サンゴの海と青い空、日本の果てのアイランド、シーサーが出てきてメンソーレ、今日はみんなでカチャーシー、 I love 沖縄。あ、なんて呼びすればいいですか。サリーさん、吉成ゆい、吉成ゆい、ゆいさん、ゆいさんで、今もうね、東京沖縄県人会の理事でしたっけ。はい、理事で沖縄の声の編集長もやってらっしゃるんですけど、音楽歌のライブルもやってるんですよね。音楽やめてはないんですけど、うん、はい、最近はなかなかライブ活動はできてない状況です。現在の活動はもう主にどんな感じなんですか。今は2020年に起業しまして、うん、はい、まあ、音楽のスキルを個人間で売り買いできるというスキルシェアのプラットフォームなんですけど、はい、でそれを立ち上げ、その翌年にアパレル事業をやり、なるほど、結構そういう面で経営にちょっと今は力を入れてて、なるほど、はい、活動してるんです。あ、じゃあちょっと詳しく、それが忙しいっていう。詳しくはじゃあちょっとこの概要欄に貼らせていただきます沖縄出身、どちらになるんですか。私は那覇、那覇の出身ですね、はい、はい、もう行ったり来たりの生活。いや、もうほとんどこっちにいます。東京にっていうで、はい、私の好きな沖縄っていうか何かありました。私の好きな沖縄、うん、食べ物も好きだし、うん、海も好きだし、はい、ただね、東京と違うところが、はい、空が近いんですよ。うん、沖縄は、沖縄はなんかすぐ手に届きそうな感じぐらい近く感じるんですね、はい、でも東京はすごく高く感じる、はい、なんかそこがなんだろうな、好きなところでもある。なるほど。私の好きな場所だっていうとこありますか。好きな場所、うん、沖縄のいや、いっぱいありすぎて、ね、うん、厳選しちゃうけど、おすすめで行ってほしいようなとこ、まずはジャッキーステーキハウスとか。あ、ジャッキーね、はいはいはい、あとはちょっとディープな、うん、焼き鳥屋さんでアダンっていうところがあって、うん、それね、カウンターにね、材料がね、うん、大皿に並べられて、食べたいのを取って焼いてもらうっていう、バイキングみたいな感じ。バイキングいうとは、ま、違うけど、っぽいけど居酒屋みたいな。アザン、居酒屋アザン、アダン、アダン、アダン、そこのね、はい、トマトのベーコン巻き食べてもらいたい。東京沖縄県人会の沖縄の声の編集長もやってて、はい、東京沖縄県人会の仲間、会員を募集してるので、はい、ぜひそこで何か関われることができたら、はい、はい、そうした。あ、YouTube やってるんですもんね。YouTube、はい、ミュージックビデオ上がってるんで、はい、更新してないんですけど、はい、YouTube ぜひ見てください。吉成ゆいさんでした。ありがとうございます。大都会の片隅でいつも傷ついた時は、今でも言葉を思い出す。負けんなよ、負けんなよ、縛りよ、うちなんちゅう。負けんなよ、負けんなよ、縛りよ、負けんなよ、じゃがんじゅう、じゃがんじゅう、わしんなよ、むちどたか。チョコもらったらお返しにはアンダギー。3月14日はサーターアンダギーの日。あなたに伝え